今回は藤沢秀平の「金剛小説」の短編を朗読します。 夫が玄関から外に出て行った時光枝は「おや忘れた」と思った門の缶抜きを確かめに行ったことが分かったからである缶抜きは下ろしていないいつもは女中の小春がそれをやるのだが小春は財の実家に祝い事があって二日の暇をもらって帰っていた 夕刻夫が帰ってきたあと光恵は一度は門を閉めなきゃと思ったようだったが台所仕事などにかまけて忘れてしまったのである忘れたと思ったが三恵は立たなかったそのまま縫い物を続けた缶抜きを下ろしていない門を見て 夫が闇の中で舌打ちしている様子が見えるようだったが夫はどうせ毎晩寝る前に門の戸締まりを確かめ家の周りを一周し中に入って丹念に雨戸の猿が落ちているかどうかまで調べるのであるたまには何かあった方が張り合いがあってようございましょう」などと 三重は幾分意地悪い気分で針の手を動かしていたそう思う気持ちの底には夫に対するかすかな警部が潜んでいた三重はまだ覚えているが5年前に夫の瓜生し兵衛との間に縁談が持ち上がった時仲人の重野兵左衛門は「し兵衛は剣の達人で」 局流の秘伝を伝えていると言ったのであるはっきりそう言ったのを記憶しているというのは茂野のその言葉が三恵の気持ちを固めさせるのに大いに働いたからであった三恵が知っている若い男といえば兄の俊蔵と一つ年上のいとこの千田道之助ぐらいだったが 兄は暇があれば漢石を読みふけっている本の虫で道之助は若いくせに茶屋遊びに深入りして血だけのものだけでなく親戚の者のまで心配させていた無論光恵は瓜生しんべという人物を見たこともなかったが兄やいとこの道之助を眺めてきた光恵には 剣の奥義を許されたという縁談の相手がひどく新鮮に思えたのは事実だった男の中の男という気がした瓜生新兵衛は不請組に勤めて百国、二百220二石取りの三井の家に比べると価格は少し落ちるが三井には重野が言うような剣の達人が 黙々と不審組に勤めていることまで奥ゆかしく思われたその当時まだ会ったことのない縁談の相手に対する三重の夢は膨らむ一方だったのであるそれで瓜生家に嫁いって三重の夢が満たされたかといえばそこには多少の屈折があるあからさまに言えば縁談が決まり しんべえに初めて会った時つえは少し気落ちを感じたのであるしんべえは不審組勤めで外に出ていることが多いせいか手足と胸元が真っ黒に日焼けしていたそのくせ顔色だけが生白かった仕事場で傘をかぶっているために黒かったり白かったり 全身まだらといった皮膚に変わったらしくむろん顔色の方が地色だと思われた細い目が臆病そうに三枝を眺め相対に痩せていた男の中の男といった趣はなかった三枝は少し失望したが一見して見栄えのしないこの人物が実は 知る人ぞ知る剣の達人なのだと思うことで気を取り直した筋骨たくましい美女婦という夢はあえなく潰れたがそのために今度の縁組を食いる気持ちはなかったそれに瓜生の家には敬類の患いがなかった三枝が来た時しんべヱのほかに病気で伏せっている老母と 妹が一人いたが妹の方はすでに縁組がまとまっていて三枝が来るのを待っていたように嫁いった病気の老母を三枝は心を込めて看病したがその老母も一年前に病死しその後は夫と二人きりの家になった嫁いってきてから五年の歳月がたっている。 夫婦の間には子供が生まれない不満がありまた藩が金づまりで2年前から6枚借り上げということがあって近頃三江は時々内職したりするがそれも二人きりの暮らしではそれほど切実な感じはない平凡な暮らしが続いていたその平凡さに三江は不足はなかった ただこの5年の歳月の中で三枝の中で少しずつ変質したものがある近年三枝は自分の中にわずかだが夫を軽んじる気持ちがあるのに気づいているそれは嫁入ってきた当座は思いもしなかったことだった無論そうなったのは理由がある 夫が剣の達人だということに最初の疑惑を持ったのはあの地震の夜からだとつ恵は思う三年前の秋の夜地震があったかなり激しい揺れで目を覚ましたつ恵は飛び起きると手早く着物に袖を通したその時黒い影が部屋を飛び出していくのを見た 夫だと思った三枝は帯を巻きつけながら部屋を出たまだ家が激しく揺れギチギチと気味悪く気組みが鳴った闇の中に物が落ちたり倒れたりする音が響き台所脇の三条から小春の悲鳴が聞こえた三枝は壁を手探りしながら離れに寝ている老母のところに行った 大丈夫でございますよ間もなくみますよ三えは布団の上から覆いかぶさるように病人を抱いて声を励ました老母は無言だったが激しく体を震わせ声も出ない様子だった夫はどこに行ったのかと思ったのは地震が収まった後安あをともして 汗をぬぐってやったり水を飲ませたり病人を介抱している時だった病人が落ち着いたのを見届けて外に出ると闇の中に白い人影が立っていたそれが寝巻きのままの夫だった近づくと夫が裸足なのが分かった「揺り返しが来るかのう」 しんべは三恵が近づくと暗い空を見上げたままそう言ったが三恵は返事ができなかったあっけに取られていた武士が何といううろたえようだろうと思っていたこの時三恵の心の中にむくりと頭をもたげたものがあった 夫が剣の達人だというのは本当だろうかという疑いだったこの夜の瓜生し兵衛の様子を見れば三枝の疑いは当然だったというしかないその疑惑をいよいよ深めるようなことがそれから半年ほど後にあったその日三枝は実家に行った帰りに 大歓町の通りを歩いていた大観町は武家屋敷が並ぶ町で商人町より人通りが少ないそれでいつまでも雪が消え残り晴れて日が照るたびに道はぬかるみになったその日も光恵は水たまりやぬかるみを避け歩き悩みながら道を進んでいた 春先とは思えないほど暖かい日差しが肩に落ちてくる前後に同じ方向に行く人が23人いた前の方からやってきてすれ違う者も,もいる人々は言い合わせたように足元に目を配り水たまりを飛び越えたりぬかるみを避けて道脇に残っている雪の中に踏み込んだりしながら ゆっくり動いていてた。行き合うと立ち止まって道を譲り合ったあら立ち止まって一人をやり過ごした光恵は不意に目を見張った前の方に夫のしんべの姿が見えたからであるしんべはまだ遠くにいてやはり足元に目を落としながら ゆっくりこちらにやってくる三には気づかないようだった三恵は微笑した夫と外で出会うことなどめったにあるものではないと心をくすぐられたのであるその時突然に後ろに人の悲鳴が上がり馬蹄の音がとどろいた。 驚いて振り向いた三重の視野いっぱいに1頭の黒い馬が飛び込んできた馬は間近に迫っていて白目を向き口に泡を噛んだ馬の顔が頭の上からのしかかってくるように思えた三重は平際に逃げたその途端に雪に足を滑らせ下駄の鼻緒が切れて 左の足首に痛みを感じたが痛みをかばっているゆとりはなかった三枝は夢中で黒板塀にすがりつま先だったその後ろを乗り手のいない離れ馬が疾風のように駆け抜けていった馬がほとんど体をこするようにして走り抜けた時三枝は一瞬獣の匂いに包まれ 血がが凍っったた無事だった馬が走っていく方角に叫び声が上がり人々が逃げ惑うのを三恵は塀にすがったまま見つめた後ろの方にも人が呼び交わし走り回る物音がしているのはけが人が出た模様だったが三恵は振り向くゆとりがなかった夫が うまくく止めてくれればいい手に汗を握る気持ちでそう考えていた道の左右に人々が逃げ惑いその間から夫の姿が見え隠れした夫はまっすぐ胸を張って歩いている落ち着いているように見えたみるみる馬との距離が縮まった 鮮やかに荒れ馬を沈める夫とひずめにかかって倒れる夫の姿が交互に頭の中にひらめいて三枝が思わず呼吸を乱した時夫の姿がひょいっと道から消えた三枝は呆然としたがすぐにそこにこれから三枝も曲がろうとしている道があって夫はその角を曲がって 行ってしまったのだと分かった馬はたちまちその場所を駆け抜け坂下の方に走り去った馬体は次第に小さくなった遠くでまた叫び声が上がった坂下には商人町があり通りは人で混雑しているそこに馬が飛び込んでいった場合の混乱が想像された 二三人で済まない怪我人が出るだろう三枝は尾が切れた下駄を手に下げ旅裸足しのままぬかるみの道に戻った憤然としていた足首を刺す痛みが怒りを倍化しているこれで正体が知れた剣の達人だの 局流だのと言ったのは重野様のいわゆる仲人口といったものだったのだろうああいったからには全く剣が触れないというわけでもあるまいが中身はおそらく武士のたしなみに毛が生えた程度のことに違いない武士らしくもないあの卑怯な逃げっぷりを見ればその辺りの事情が明らかではないかと光恵は思った。 第一、考えてみれば「観曲流」などという流儀は聞いたこともない名前だった城下で一番長売れている道場は関川というが確かあそこは一刀流のはずであるお武家様がいらしたようですがうまく逃げましたなそりゃあ,あんたお武家にしたって怖いものは怖いでしょうから仕方ありませんよ。 坂下の方を眺めながら立ち話を続けている町人のそばを三恵は顔を赤らめて通り過ぎた「要するに見た通りの人だったというに過ぎない」やがて三恵はそう思った夫は要するに百石鳥の不審組務めで人足に立ち混じって 日に焼かれ風にさらされて律儀に勤めてきただけの人間なのだ日頃の言動を今日の馬騒動に重ね合わせてみればかなり臆病ですらある臆病で見栄えもしない白黒まだらの皮膚をした男がすなわち瓜生しんべヱというもので奥ゆかしくも何ともない 剣の達人とはとんだ買いかぶりであったそう思ったがつ恵はその日馬のことは話さなかった言わなかった代わりにそのころから夫を軽く侮る気分が生まれたのはやむをえないそして事実光恵の味方を覆すようなことは何も起こらず今日まで また歳月がたったのである「缶抜きが降りてなかったぞ」家の中に戻って霊によって隅々まで戸締まりを確かめたあと茶の間に入ってくるとしんべヱはそう言った「おやまあうっかりいたしましたあなたいすみませぬ」。はのてをめ 夫を見るとわびた。「さも言われて初めて気づいたという顔を作ったがそれはうまくいったようであるしんべいはむっつりした顔ででがらしの茶に手を伸ばしたうなさか藩家老すの之助は宮島彦四郎に会うとすぐに言った。 そなたの父子の弟子で瓜生という男がいるそうだなおりますと彦四郎は答えた彦四郎は物頭を務めた父の宮島八郎右衛門が6年前死去した後跡目を継いで官定型に勤めている参観の際に優れていて今は奉行下役を務めているが 将来は勘定奉行に据える人物だろうと藩の重臣の間に嘱望されていた瓜生がどうかいたしましたかいや当人がどうこうということではないが例の江戸がこのところ油断ならない動きに出てきてのこれは藩でも四五人しか知らぬことで他言を禁じるが昨日 下役の樋口泰郎は目を見張った下役の樋口は若戸の泉の好月の故障で毒味を務めているいや命は取り留めたしかし医師のお悔いを呼んで密かに調べさせたところ毒が現れた江戸の指図と思われますか 彦志郎は慎重な口ぶりで聞いた「江戸というのは藩主右京太夫の叔父・吉富兵庫のことである」「兵庫は前藩主・学人公の末弟で幕府旗本の義臣家に養子に行った人物だが右京太夫と気が合いそのつながりから長い間藩政にくちばしを挟んできた人間でもあった」 無論国元の執政たちが兵庫の妖怪を喜んだわけはないしかし内心苦々しく思っても宗筋の人間である兵庫をあからさまに排斥しようとする者はいなかった藩主を通じてもたらされる明らかに兵庫の発案と思われる指図をあるいはかしこまりあるいは黙殺してこれまで来た ところが3年ほど前驚くべき知らせが江戸家老三谷作左衛門から告げに届いたのである三谷の密書は吉富兵庫が国元にいる精子泉の神を拝して自分の自子,子忠次郎を次代藩主にすべく右京太夫に働きかけている右京太夫はいとこの忠次郎を溺愛しており 兵庫の画策を狂気の沙汰と片付けるわけにはいかない軽視すれば大事に至るだろうと記し最後に兵庫殿はすでに藩内に己の与党を蓄えられその主会はすなわち中老柳田幹之丞であると書いていた告げたち失政の誰も気づかない間に 兵庫の毒は深く藩をむしばんでいたのである以来藩は二つに割れたままだったその間に生死擁護派と兵庫派の陰湿な争いがあり何人かの人間が職を追われたり自殺したりしている藩主右京太夫に直感した江戸家老の三谷は右京太夫の怒りに触れて 国元に返された後家禄を没収され合入処分を受けて今は赤石軍の山あいの村に老居している宮島彦四郎が江戸の指図かと聞いたのは義富兵庫が生死の毒殺を図ったということがあまりに露骨に思われたからであるだが告げははっきりとうなずいた。 間違いないおみが病の床に疲れてからおよそ一年になるが病状ははっきり申してよろしくない兵庫殿はそのことを考えているおみの存命なうちに生死交代をはっきりさせたいと思っているそこで焦って若殿に毒を参らせようとしたと考えてよかろう 彦は告げを見た。告げも彦四郎を見返している告げは肥満していて顔も肩も丸い筆頭画廊の地位にいながら人当たりのいいことで知られる告げだが暗闘の光に浮き上がった表情はいつもの雷落さをどこかに取り落としてきたように沈んでいたそれで しんべヱのことは「おおそれよ」「告げは身ろにして酒を飲むかと言い手を打ちそうになった」「二人がいる場所は熊野という料亭の離れである」「告げは酒豪で昔の藩主の前で裸踊りを披露したという伝説がある」「いや御酒は召し上がらない方がよろしゅうございましょう」 ここに参ったことは、今頃柳田様の方に知られておりましょうし、万一ということがございます。無論帰りは私がお送りしますが。班内の高層はそこまで来ていた。そうか、酒はいかんか。告げは残念そうに言い、手を伸ばして茶碗をつかむと、冷えた茶をがぶりと飲んだ。 その瓜生の話だがそなたと同じ環曲流を使うそうだのはいなかなかの使い手でございますと彦四郎は答えた彦四郎の傍父宮島八郎右衛門は環曲流を伝える剣士で物頭を務める傍ら少数の弟子を教えた道場は持たず 気が向いた時一人ずつ自宅に呼んで庭先で稽古をつけるというやり方で数人の弟子を残したのである観局流の指南は八郎右衛門一代限りで彦四郎は勘定型に勤めているが彦四郎自身も坊風に仕込まれて観局流の名手として知られていた秘伝がいくつかあって 瓜生という男がその中の「松風」という秘伝を伝えていると聞いたがまことかのよくご存知であられますなその通りでございます。すると秘伝を許されたほどじゃから瓜生はかなりできると見てよいか無論でございます。実はさっきの話のようなことがあって。 兵庫殿が何を仕掛けてくるか知れたものでない。そこでこちらとしても相応の手を打たねばならんというわけでな。とりあえず若殿の身辺を警護する人間がいる。しかしだ、さればと言って大勢で若殿を取り囲むようなことはできんし、好ましくもない。そうでなくても、 近頃血の毛の多い連中がすぐ刀を抜きたがって始末に追えんからの、無用の刺激は避けたい。ごもっともでございますな。そこで他の連中とも相談してあまり目立たず、しかも腕の立つ男を一人若殿につけようということに相なった。瓜竜とやらいう男が環極流を使い、 松風という秘伝餅らしいというのはその席で土井が申したことだ土井というのは組頭の土井勘三郎のことだったどうじゃな瓜生にその役が務まるかなどうした難しいか柘げは返事を催促した彦四郎は顔を上げたが 表情に戸惑うような色が現れているいえ十分に務まると存じますそれだけの力量はございますただかの男を説得するのが難しゅうございましょう説得だとバカ言え柘は平手で肥えた膝頭をバンと打った説得もヘチマもあるか 我が藩気球存亡の場合じゃ飛球剣などとは合いませんそれとも何かその男よほどのへそ曲がりか待て待てまさか瓜生という男柳田に抱き込まれておるというわけではあるまいないえそういうことではございませんならばどうだというのじゃそなたの申すことは急に歯切れが悪くなって 何を申したいのかさっぱりわからんぞともかく一度説得されてはいかがですか説得などせん命令してやる告げは言ったが急に気づいたように聞いた「松風というのはどういう秘伝かの守りの剣でございます守りの剣とほうほう げはうなずいて目を細めたなるほどそれなら若殿を警護するのにうってつけではないかさようでございますなもうそっと中身はわからんかそれから先のことは分かりかねます松風の秘伝は瓜生しんべヱ一人が受けたものでございましてそれがしも 父からおよその話を聞いたにすぎません。もっとも「なんじゃこういうものだろうという推測はございます。しかし秘伝でございますゆえ申し上げかねます。そういうものかのと告げは言ったが釈然としない顔色だった。 密談を終わって2人が部屋を出ようとした時彦四郎が後ろから言った近頃どうも分からぬことがございます教えいただけますかなんじゃな忠次郎殿を可愛がっておられることといいまた三谷殿を合意処分になされたことといいお上自らが 交代を望んでおられるのではないかという声が我らの間にもございます。さればといって実のお子である若殿を拝するというのもいかにも下せぬ話で。お上の真意はどうかということか。立ち止まって告げが言った。はい。それをわしも知りたいのだが。 おの周りは兵庫殿の息がかかったものがびっしりと取り囲んでおる何もわからんのだ右京太夫は江戸屋敷で病んだままで病状さえ確かなところがわからないありさまだった江戸家老には兵庫派の組頭浦部藤右衛門が抜てきされていっているしかしじゃ。次は 暗い廊下に踏み出しながら言った兵庫殿が仕掛けておるのは主家三奪の謀反じゃなお上のご意向がどうあれ謀反人の子を主君にいただくわけにはいかん我らとしては若殿を守り抜くしかないの3日後告げはもう一度宮島彦四郎を熊野に呼び出した。 あれはどういう男じゃ、一体。彦四郎が離れの部屋に入ると、告げは待ちかねたように言った。うりは断りおったぞ、あの話を。はは、ひらにご容赦をと申したな。話を聞かせただけで、真っ青になりおっての。歯の根も合わぬ風に見えた。 松風か何か知らんが秘伝を伝えられた男が何とも情けないありさまでなあれは期待の臆病者じゃわしはそう見た第一貧相じゃ痩せておって顔色も悪かったぞものを食っとるのかあの男は腕などわしの半分もあるまいあれが官局流の使い手などと わしには信じられんぞ何を笑っておるげは彦四郎の顔に浮かんだ笑いを素早く見とがめて叱るように言ったなるほど瓜生しんべは震えておりましたか震えてしばらくは声も出なんだあれではいざという時ものの役に立たんいやご家老 それは違います何が違う吉坊寛局流を使うとしてもあれでは若殿の警護などできんと申しておるのだいやそこが違います藩中人はおりますが瓜竜に勝る敬語役はおりません被検松風は若殿を立派にお守りするはずでございます青くなるのは瓜竜の成癖にすぎません 性癖だと作用です無理にも敬語役を押し付けておしまいなさい信じられんなそれで大事ないか大事ございませんしかし心もとないの若殿にもしものことがあったらどうするその心配はご無用ですご家老の話を伺って 父が選んで瓜生新兵衛に松風の秘伝を残したわけが納得いきましてございますさすがに父は目が高くその目には一点の曇りもなかったと思われます彦四郎は胸を張って言った宝光寺の門を出ると三枝は少しうつむいて ゆっくり坂を下ったゆるく長い坂が丘の下まで続き坂の左右には桜の花が咲いていた花は盛りを過ぎてわずかな風が通り過ぎるとしきりに花びらが散った花びらは三重の肩にも紙にも降りかかるその度に 三枝は丹念に指先で花びらをつまんで捨てたその動作を煩わしいとは思わなかった日が傾いて春の日差しが最後の光を桜の花に投げかけていた物浮く美しい景色を三枝は楽しみながら歩いていた今日が 何年も前に死んだ実家の祖母の期日だったことを思い出し、急に思い立って墓参りに来たのだが、桜の花がこんなに咲き誇っているとは思わなかったのである、思いがけない儲け物をしたような気持ちになっていた、このまま急いで家に戻るのが惜しい気がした。そういえばこの辺りは、 昔から桜の名所だったと思った三重が今歩いている宝光寺の坂の桜並木もきれいだが坂の下にある弁天池の周りの桜はことに城下の人に知られていて季節には花見客を当て込んだ腰掛け茶屋が何軒も軒を並べる来る時は別の道から来たが 帰りは池の桜を見て戻ろうと光恵は思った宝光寺は実家の菩提寺であるが光恵は瓜生の家に嫁いってからこの寺に一二度しか来ていない何年もの間桜など見ることもなく過ごしたという気がした坂を下りきると間もなく青黒い池の表が見えてきた 池は半ば周りから差し掛ける桜の枝に覆われ木の下はそぞろ歩く花見客で混んでいた腰掛け茶屋にも大勢の人が休んでいるのが見え早くも軒下に吊るしたちょちんに火を入れている店もあった火は方向寺裏の森の陰に隠れて桜の花は白っぽく見えた だが人々は帰りを急ぐふうもなくゆっくり桜の枝の下を動いている木の下に立って筆と短冊を持ち苦を案じている老人池のそばの石に腰を下ろし顔をくっつけるように語り合っている町屋の若い男女中年の夫婦連れ赤子を抱いた若い女が 通るそばを四五人の子供たちが駆け抜けその後を白い犬が追うそして絶え間なく花が散っていた辺りは生暖かい空気とざわめきに包まれそのざわめきには人を酔わせるような物憂いようなものが含まれている日が暮れた後も人々は 夜桜を見るらしかった人混みの中を三恵は幾分蒸気したような気分で歩いていたこんなに大勢の人を見たのもしばらくぶりのことだったふいに後ろから肩をつつかれた驚いて振り返るといとこの道之助が立っていた道之助はそれが癖の 声を立てない笑顔で三恵を見ていたが三恵が振り向くとボソッと言った花見かいいえそうじゃありませんよ三恵は少しうろたえていたそこのお寺に来てその帰りですふむ道之助は三恵の様子には無頓着に言ったそこにかけて お茶でも飲まんか。でも、細くなるとご亭主が心配するかの道之助の顔に浮かんだ薄笑いを見て三江は反射的に首を振った知らない男と話すわけではない相手は気の知れたいとこだったお茶ぐらい飲んでもどうということはないと思った 茶屋の腰掛けは人でいっぱいだった二人は端の方にようやく隙間を見つけて腰を下ろしたすぐに近寄ってきた茶屋女に道之助はお茶を二つ頼んだ場所が狭いのでともすると桃のあたりが道之助の体とくっつきそうになるのを三枝は気にしたその時になって 初めて道之助から酒の香がにおうのに気づいていたまた飲んでいるのですね相変わらず遊びの方は精出しておられますか皮肉を言うなよと道之助は言ったたまに飲むぐらいで昔のようなバカはやっておらん昔というのは 三恵が瓜生の家に嫁いる前のことらしかったそのころ道之助は荒れて三日も四日も茶屋に居続けしたりする暮らしが続いていたそういう道之助をどうするかで親族の者が寄り集まり叔父である三恵の父もその相談に出かけたりしたたぶんそのあとだったのだろうが 泥酔した道之助が深夜に家を訪ねてきて三枝の父に悪態をついたことを覚えている兄の俊蔵に聞いた話では道之助の素行が荒れているのは深く言い交わした女が道之助を裏切って突然に家中の何がしに嫁いったせいだということだったその頃三枝は深酒をしたり 茶屋女と戯れて日を過ごしているという道之助を、無頼感のように忌み嫌い、軽蔑していたので、その話を聞いたときも、馬鹿らしいと思っただけだった。だが、しばらくぶりに会ってみると、昔道之助に対して抱いていた疎ましい気持ちが消えているのを、光重は感じた。道之助は 一応きちんとした身なりをしているがどこかにすさんだ空気を残しているそういう感じが別に嫌でもなく怖くもなかったそれは光江が嫁いって5年たち多少は男というものを知ったせいかもしれなかったそして道之助のような男を疎ましく思い 剣の達人に憧れて嫁いってみればあの程度だったという裏切られた気持ちもそこに作用しているようだった要するに道之助も夫の新兵衛もまた兄の春蔵にしても比べてみればどっこいどっこいの男たちに過ぎないのだった寺に何か用があったのか不意に 道之助が言った里のおばあさまの命日で墓参りしてきたのですよふむと言ったが道之助はその話には興味がなさそうだったお茶を一口すすっただけで立ち上がった帰るんならその辺りまで送ろう三枝は慌てて立ち上がった弁天池を抜けると 辺りは急に薄暗く人通りが寂しくなったそこは武家町だったそして次に店先に軒あんどんや裸ろうそくを出している町屋の通りに出た道之助は先に立ってずんずん歩いていくそしていつの間にか町屋が終わり道はまた薄暗くなっていた 日はすっかり落ちきって水色の空にあたりの家々の屋根が黒くそびえている道之助は細い路地のようなところを歩いていた三重はすっかり方角を失い心細い気持ちになっていた来たこともない町を歩かされているようだった道之助さん 三はとうとうう立ち止まって言ってた。ここはどこなんですか?」「宇野花町だよ」「戻ってきた道之助が言った」「いつもの薄笑いを浮かべていた」「この裏に茶屋がある」「どうだ軽く一杯つきあわんか」「嫌です」と三重は言った」 軽い恐怖にとらえられていた「私もう帰らない」と「そう他人行儀に言わなくともよかろう久しぶりに会ったのではないか」「いえ困ります」不意「ふいに道之助が刀を抜いて振った」すると足元に犬の悲鳴が上がった犬は高い悲鳴を上げながら遠ざかった」 通り過ぎようとした犬に道之助は刀を振るったようだった切ったんですかぞっとして三枝は言ったいや切りはせん峰で殴っただけだどうなさるつもりですかどうもせん道之助は白羽を下げたまま言った一杯だけ付きあわんか 手間は取らせない三恵がうなずくと道之助は刀を鞘に収めて先に立った黒い背が危険なものに見えたが三重はそれほど道之助を怖がっているわけではなかった軽い恐怖が通り過ぎたあとに茶屋に連れ込んだりして一体どうするつもりだろうという 好奇心のようなものが動いていた子どもの頃三重は道之助ともよく遊んだが努力の強い道之助は自分が欲しいものがあると腕力を振るって三重や春蔵からものを取り上げた「この人私が欲しいのかしら」三重はそう思ったがその気持ちには 人妻のゆとりがあった。道之助など何ほども世間を知っているわけでもないのだ後ろから光枝は声をかけた初めからそのつもりだったのね人を脅迫したりして脅迫などせん道之助はむっつりと言った 茶屋の奥の部屋で趣向の膳を挟んで向かい合うと道之助はぐらりと頭を下げたさっきは悪かった刀を抜いたりして怖がらせたそうですよま一杯行こう道之助は三枝の杯に酒を満たし自分も手酌で飲んだ お酒などをいただいたことがないのに飲んでうまくなかったらやめればよいと道之助は言ったそう言いながら道之助は自分では次々と杯を開けた三枝はきれいになったなしばらくして道之助は言った青白い顔には 少しも飲んだ気配が現れていなかったそうですか自分で気づかんのかさっき弁天池で会った時このまま別れるのはもったいないという気がしたもったいないというのはどういうことですかまあいい魚を食いなさい杯をちょっと開けてみたらどうだ三は 酒を含んでみた苦いだけのものが甲虫にあふれたが飲み下した後に浮き立つような気分が来たその様子を道之助は杯を止めてじっと見たが三枝が拳で胸をたたいて杯を置くとすぐに調子を差し向けてきた「飲めるではないか」さあもう少し都合を 酒を受けながら光恵はこの人は私を誘っているつもりかしらと思った本能的な警戒心が動いていたがそれとは別に誘われていると思うことは悪い気分のものではなかった道之助の魂胆は知れないが自分をきれいだと言ったのは確かなのだそんなことを言われたのは しばらくぶり。嫁いる前は人にそう言われたこともあったが瓜生家の嫁になってからは忘れていた言葉だったそう思いながら三恵はまた杯を開けた酒は変わりなく苦かったが酒を飲んでいると思うだけで気分が高揚し三重は大胆になった 酒を飲んで帰ったりしたら、夫がどう思うだろうかと、ちらっと思ったが、不思議なほど気にならなかった。うまく辻褄を合わせればいい。夫も剣の達人だなどと言って、人を満着したのだからおあいこだ。そして、昇進で臆病な夫が、酒を飲んで帰ったからと言って、自分を家から叩き出すとも思われない。 話の合間に三枝は自分がしきりに笑い声を立てているのに気づいた気分は依然として悪くなかったこれが酒に酔うということかしらあの人はどうなさったんですかほらあの人昨日のことかそうよ道之助さんの思い人 三重は上絶になっていた。あれは幸運だ。二人の小持ちだ。あら、お気の毒に。もうだめね。いくらを持ってあげても。持ってなどおらん。人の女房だ。でも私知っていますよ。道之助さんが身をもち崩したのはあの方のためだった。 身を持ち崩したか道之助は薄笑いを浮かべて顎をなでた酒は少しも色に出ていなくてむしろ青ざめた顔色だった顔立ちが丹精なだけにそういう道之助の表情には凄みのようなものが加わっている昔の話だ 道之助は杯をあおると禅を押しのけ腰を滑らせて三枝のそばに来た「俺はしくじったよ」と道之助はささやいて三枝の手を取ったすぐそばにこんなきれいな女がいるとは思わなかった美しくて女らしい木のなんかに目がくらんだのは不覚だった 三枝を嫁にするんだったお上手ねと言おうとしたが三枝は声が出なかった男の甘美な言葉に胸を刺され男の手が手から肩に滑って抱きかかえようとしているのに抗う力を失っていた落ちるそう思ったがその気持ちは なぜか心よかった夫とは違う男の大衆が鼻腔にあふれその中で三重はゆっくり体が傾くのを感じた「あ唇に男の熱い唇を感じた時三重はふと目覚めたように一人の男の姿を思い出していた。 物悲しげな細い目をし手足は黒く日に焼け白黒まだらな皮膚をして城と家の間を往復している男の姿だったひたすらに生真面目に世を渡っているだけの小心な男貧相なその夫の姿がなぜか泣きたいほど懐かしく胸を締め付けてくるのを 三重は感じた襟元から入って胸を探ろうとしている男の手を払いのけて三恵は体を立て直したどうしたんだ不満そうな道之助の声に構わずに三恵は体を離し襟を繕いながら言ったごちそうさま私帰ります何だ何を怒っている 道之助は老狽したように言った道具立てが端正なだけにうろたえた表情が醜かった立ち上がって部屋を出ながら三恵は酔いが急速に冷めるのを感じた「おいもう一度会ってくれるだろうな」後ろから道之助が声をかけたが三恵は答えなかった 家に戻ると、三枝は音を立てないように入り口の戸を閉め、そっと上に上がった。罪を犯してきた者の,のように心がすくんでいた。茶の間に入ると、安んのそばに夫が腕組みして座っていた。あなた、遅くなって申し訳ございませんでした。 三枝は畳に手をついて謝っただがしんべヱはちらっと三枝を見ただけで無言だった三枝は縮みあがったおばあさまのお墓参りに行ってまいりました家を出るとき小春に言いおいたことだが三枝はもう一度そう言ったそのあとお寺から実家の方に回って こんなに遅くなりましたあなたお食事は済ませた申し訳ございません三重は他の意味も含めてもう一度謝ったが新兵衛は腕組みしたままだった仕方なく三重は機械に立とうとしたすると新兵衛がポツリと言 話がある「はい」「三重は胸がとどろいた」「道之助と過ごした不死だらな一時がもう現れてしまったような不安にさいなまれていた」だが新兵衛が言い出したことは全く違うことだった「ご家老のお告げさまに若殿の敬語を命ぜられた」 しんべは手短に事情を話した藩内に藩主家の家督相続をめぐって二派の対立があること警護の人間を必要とするほど生死泉の神の身辺が危険にさらされていることいずれも三重には初めて聞く話だった三重は目を見張ったつまり 資格を防ぐ役目だ。あなたを見込んでご命令があったのですかそういうことだだがわしは気が進まんのだ三枝はしんべをじっと見つめたしんべはうつむいたままでいる。 話を聞いている間に三枝は普段の気持ちを取り戻していたそれでは少々帰りが遅くなったぐらいのことを気にすることはないのだそう思うとゆっくりといつもの夫を軽く侮る気分が戻ってきた「怖いのですか?」やゆするように三枝は言った するとしんべヱが顔を上げたその顔を見てつえは胸をつかれたしんべヱの顔にはあからさまなおびえの色がある目は悲しそうにつえを見た夫は本当に怖がっているのだったそしてそのことを妻の目から隠そうとしていなかった ああななた、あなた。光枝は思わず膝をすすめてかばうように夫の肩を抱いた夫愛しさで胸がいっぱいになっていた夫をこんなに怖がらせている理不尽なものに対して光枝は心底から腹を立てていた声を励まして光枝は言った怖かったら お断りなさいまし、「そんな危ない役目を引き受けることはございません」「いやそれはできん」「三枝に肩を抱かれながらしんべはしょんぼりした声で言った」「もう引き受けてしまった」 しんべヱが松風の飛剣を使ったのはそれから半月後だったその日新兵べは泉神の,の友をして城内の書庫に入った泉神は学問好きで日に2度3度も書物を取りに書庫に入る泉神は昼少々前に表に出てきて執務したり人に会ったり 書物を読んだりしれむつ午後6時に奥に奥入る泉の神が表にいる間新兵衛はぴったりと付き添っている執務の間も泉の神が家臣に会う時も常に部屋の一隅に控えはばかりに立てばその前に立って番をした新兵衛が役目から解き放されるのは くれむつの太鼓が鳴り泉の神が執務部屋を出て奥に入るのを見届けてからである気づかれのする仕事だった新兵衛は普段の送信がまた少し痩せた若殿書庫を出たところで不意に新兵衛が手で押さえるように泉の神を押しとどめた。 諸子は庭の奥にあって本丸の表と長い渡り廊下でつながれているその入り口に人が3人立ってこちらを見ているいかがしたしばらくお待ちをそう言った時もうしんべは真っ青になっていた2人が立ち止まったのを見て 入り口にいた人影がゆっくりこちらに歩いてくるのが見えたその中の一人は中老の柳田だった「柳田だの」泉守はつぶやいた「よろしゅうござりますか決してここを大ごきなされませぬように」言いながらしんべいは懐からたすきを出してかけ 袖を絞った新兵衛の手が震えてなかなか助けを結べないのを泉の神は心配そうに見守った「大丈夫かのうり泉の神は声をかけた」「一応の事情は過労の告げから聞いていてこれから何が起ころうとしているかは分かっている」「お任せを」 ようやくたすきをかけおわったしんべがそういったが顔がひきつってくちびるは白くかわいていたくちびるをなめてしんべは足をふみだしたすると前からくる3人がいっせいにかたぎぬをはずしてすてたやなぎだをのぞく2人はかたぎぬのしたにたすきをかくしていたきりあいは 渡り廊下の中ほどで起こった新兵衛は初めから受けに回っていた柳田は後ろにいて新兵衛に切りかかっているのは二人の藩士だったが柳田が選んだ資格だけあって俊敏な刀遣いをした一人はやや太り気味の中年の男で一人は長身の若い男だった 一人が切りかけて退くと間を置かずもう一人が切りかかる休みのない攻撃を受けてしんべは頼り投げに動いていた風に吹かれる足のように見えた一度は足を滑らせて見ていた泉の神が思わず自分も束さんでいる小刀を抜いたほどであるだが 泉の神はそのうち奇妙なことに気づいていた瓜生しんべは二人の死角の攻撃にさらされて右に左によろめくように動いていたがよく見ると斬り合いが始まった場所から一歩も退いていないのだったしんべはかわし受け流し跳ね返しことごとく受けていた そしてその間に新兵衛の腰は次第に粘りつくように座り背は強靭な構えを見せ始めていた新兵衛は一枚の柔軟な壁と化し死角はそこから一歩も踏み出すことができないでいた果てしのない防御が続くかと見えた時二人の打ち込みを外した新兵衛の体がするりと 二人のの構えの内側に入った。初めてしんべが短い気合いを発した切り下げた二人の刃の下でしんべの体が翻えるように動き刀身が二度キラキラと光ったそして後ろも見ずにしんべは柳田に向かっていたその背後に 二人の死角が相次いで倒れた柳田に新兵衛は切り込ませたそして反転してかわしながら肩先から切り下げた一刀で鮮やかに柳田を倒していたご覧になりましたか渡り廊下の入り口で宮島彦四郎は過労の告げに行った 告げは四半時ほど前三の丸にある自宅で藩主右京太夫病死の密書を受け取った同じ知らせは中老の柳田にも届いていると見なければならなかったそうであれば右京太夫という後ろ盾を失った兵庫派がここで構想に一挙に蹴りをつけようと作動する恐れがあった 次は急いで途上し彦四郎を帯同して生死を探し回っていたのである二人は柳田たちと瓜生し兵べが斬り合いを始めたときに渡り廊下の入り口に到着した柳はすぐ刀を抜いたが彦四郎が止めて四十を見守っていたのであるあれが松風です 松の枝が風を受けて鳴るように相手の謙気を受けてさえを増す瓜生の剣はよく秘伝を伝えております彦四郎は言った少し気持ちが高ぶっていた彦四郎も暴風が残したその秘剣を初めて目撃したのである二人の目に泉の神の方に戻っていく しんべヱの後ろ姿が見えた非凡な剣を振るったとは見えない痩せた背だった庭で草花に水をやっていたつ恵は男の声に顔を上げた半開きの門から千田道之助の顔が覗き続いてのっそりと長身が入ってきた 初めて来たが、なかなかいい住まいではないか。と、道之助は言った。寝不足らしい青白い顔をし、目が充血している。三枝は目をそらし、菊に水をやる仕事を続けた。何しにおいでになりました何しにか。これはご挨拶だな。 道の助は笑ったようだった振り向かなくともわかるあれっきりということはなかろう何のことですかどうだ今夜あたりちょっと出られんかゲス光江は心の中でののしったこんな男にちょっとでも心を許しかけたあの夜のことが信じられなかった この男が根元から腐っている遊び人に過ぎないことは、こうして四月の白日のもとで見ればよくわかる。振り向くと三枝は勢いよく言った。お断りします。断るええ、お断りします。この前のことは大層後悔しております。二度とこんな風においでにならないでください。 さあどうかな道之助はふてぶてしく言った「今日はご機嫌斜めのようだから帰るが気が向いたらもっと誘いに来るかもしれんなおやめになった方が身のためですよ」三枝は脅すように言ったそんなことをなさると夫に言いつけます「ご存じないんですか?」 しんべいは、環曲流の達人で、あなたを懲らしめるぐらい、わけもない人ですよ。三枝のほこらかな口調が、道之助を傷つけたようだった。道之助はしばらくにらむように三枝を見守ったが、ふいに背を見せて去った。手荒く門を閉めて行った。藩は、 泉の神が後を継ぎしんべは五十石の家蔵を受けたしんべは城中でした働きについて何も言わなかったので三恵はその話を家蔵の沙汰を伝えに来た宮島彦四郎に聞いたのであるしかし道之助にはああ言ったものの三恵はそのために夫を愛しているのではなかった 日に焼け律儀に城勤めに励んでいる臆妙な夫を愛しそのことに満足していた水をやり終わると三枝は花の上に身をかがめて葉についている虫を取った道之助がやってきたことはもう頭から消えかけていた 僕はいかがでしたかそれではまた次回お楽しみに